さいよ。頭の中ファージーのくせに。なんだよ、命かけるか。アダム。ねえ、歩いて帰るのか明るくない？あんたのアッシー君でも呼んだら。バカ言ってんじゃないわよ。竹槍出っ歯のシャコタンでもいいの？それってなんかとってもデンジャラス。笑うかのには服着たる。お久しぶりです。私の名はモグロ福蔵、人呼んで笑うセールスマン。ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。若も男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて、今日のお客様は。みんな、部屋割りが済むまで広間で待っててくれよ。相変わらずマメなやっちゃな、ごちくぼは。ああいうのがいないと同窓会も続かないからな。どうも。ほら、結構エキセントリックじゃん。ん、お化け屋敷みたい。お、ひなにまれんな。そうです、座布団30枚。それとビール1ケース減らしてもらえますか。これで芸者まで呼んだらはるかに予算オーバーだな。あー、地獄。あー、極楽極楽。よろしく。おっと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 、やろう、申し訳ない。それにしても宮尻、会社の社長やってて忙しいのによく来てくれたな。落ち久保も感じ、ご苦労だな。落ち久保、俺にも告げ。そういや、黒川は映画作ってんだよな。そうよ、天下のプロデューサー様だ。しかし、あんなのしかいねえのか。あ、すまん、何しろ予算が。ああ、いや、あの山奥の温泉なもんでな。おいおい、客にはいい女がいたぞ。そう、女の二人連れだ、探し出して連れてこい。そんな、おっと、幹事は忙しいな。ここで我がうすら学園高校第14期卒業生の担任であられました冬木先生からご挨拶をいただきたいと思います。では先生、どうぞ。子ども、子ども、みんな中年か。しかし年をとってもまだまだ青春は終わっとらんぞ。先生、困りますよ。あの岡大先生が。酒飲むと人が変わるのかな。もう離せ離せ。わしが機関になったんじゃ。バカバカ。そう恥ずかしがることありませんよ。機関になりきったらいかがです。先生、おい、頼も、
お前球長だったろ、なんとかしてくれよ。頼りにされるのはごめんだね。頼む。頼りにされる生活はもうこりごりだ。仕事中に電話しちゃいかんと言っておいたはずだぞ。だってあんまりなんですもの。分かった、そんな話は帰ってから聞く。あなた本当に早く帰ってきてくださいね。分かったったら何でもかんでも俺のところへ持ち込んでくるな。頼りにばっかりされんな、もうお断りだ。もう一杯ストレートのご飯や6杯で酔っ払うもんか。やめろ、俺に酔っかかるな。どいつもこいつも酔っかかってきやがる。俺だって酔っかかりたいんだよ。よくいらっしゃいました、田野もさん。気分をゆったりさせて、あなたに素晴らしい女神をご紹介してあげます。さあ、この部屋です。どうぞ入りなさい。田野もさん、思いっきり甘えていいのですよ。気持ちの甘くて雲の上にいるみたい。新しいワイフを頼りにして暮らす今が一番幸せなんだ。お前再婚したのか。もう話せ話せ。女房の自慢なら負けないぞ。どうだい、うちの神さんとびきり若くて美人だろう。でも過去、君が結婚したの15年も前じゃないか。この写真いつのだい。今のだよ。まさか。本当嘘。この頃はよしこも一郎も可愛かったな。こんなもの聞いてたら勉強にならんだろ、一郎。いや、もう遅いんだから音を小さくしなさい。母さんが寝ているんだからな。ここは。そう、あなたが新婚時代を過ごしたアパートですよ。今も昔のまま何も変わってませんよ。しかし、ここを出てから15年も経っているのに本当に昔のまんまだ。この部屋だ。懐かしいな。あの頃は本当に楽しかった。そんなバカな。うちはいつまでも新婚なんだ。いいなあ、みんな幸せそうで。なんだ、帰りだって立派な家庭の主じゃないか。はたから見たらな、俺実は帰宅恐怖症なんだ。うちは狭いし、子供たちは受験だなんだで、僕がいる居場所なんてないんだよ。ここですよ、ご自由にどうぞ。はあ、ある人の紹介で自分だけの部屋を借りたんだけど、誰に気兼ねもなく好きなテレビが見られるなんて独身時代に帰ったようだ。やったー、ホームランだ。はいはい。隣の女性が勝手に押しかけてきちゃって。困るんです。本当にひどい目にあったよ。もう帰りたくないよ。おい、そういう時はなんか趣味を持つんだよ。ああ、そういえば
花畑のうちも受験の息子さんがいたっけか。ああ、父親なんて家族にとっちゃ邪魔者だよ。だから僕は今乱に凝ってるんだ。人に勧められて蘭を育て始めたんだけど、育てているうちにだんだん自分の恋人のように可愛く思えてきてね。早く花が見たくて見たくて、誠心誠意心を込めて育て上げたんだ。ところがそれを見ていたかみさんが嫉妬したらしくてね。お前これは何だい。今時タラの芽はないはずだしな。虫が蘭のつぼみを食わされちまったのかい。ああ、あれには参ったよ。確かに趣味はいいけど凝りすぎて僕もひどい目にあったよ。ほう、虫見に趣味があったなんて意外だな。ああ、僕は昔から無趣味で通してたからね。おはようございます。あんたは昨日の。あなたにぴったりの趣味はこれです。これはゴルフのクラブじゃありませんか。クラシッククラブとは主として1950年代にアメリカで作られたゴルフクラブの名器のことを言い、アンティックな価値だけでなく今もなおツアープロの武器として高い使用価値を誇っているか。借金抱えてえらい目にあった。もう趣味はこりごりだよ。そいつは大変だったな。まったくお前らは本命。家に帰りたくないとか趣味に凝りすぎたとか。俺なんか単身赴任で帰れないし趣味と言ったってな。田舎町の営業所じゃ仲間外れさ。一緒にゴルフをやる相手もいない。一人寂しいあなたにぴったりのお店をご紹介いたしましょう。できることならつゆちゃんを独占した、そう思ってるんでしょ。つゆちゃん、僕も君と同じように孤独なんだよ。捨てたもんじゃないな。でも今じゃもっと過疎の小さい島に左遷されちまったんだ。お前らそんなに働くからいけないんだよ。今がお前だって会社の重役だろ。いや今はもう肩書きはなしだ。ああ忙しい忙しい。うん、こっちがこんなに忙しいのに隣のビルじゃ居眠りしてる奴がいるとは。心地よい眠りをプレゼントしましょう。日陰商事の窓辺一郎さんです。はっ、あなた隣のビルの居眠り男。失礼。おお、何を。さあさあさあ、はあ、はあ、私そっくりだ。信じられん。おお、おお、ひげが。おお、時々お互いに入れ替わって息抜きをしてみてはいかがです。
うか。学校を出てから一人一人にそれぞれの人生があったんだな。さあさあ、お客さんたちカラオケでもどうぞ。まずは漢字からだ。漢字やれ。はいはい、ただいま。やれやれ、やっとお開きになったか。お腹いっぱい、あんなに食べるんだもん、熱くちゃった。やめてよ、ゆう子は。宮尻と黒川が言ってたのはあの子たちだな。あんな美人だったら僕ちゃんもお付き合いしたい。黒ずくめの男なんて、でもどこかであったような。なんてやってると風呂も最後だ。まあ、空いてていいけどな。やだ、寒い。なんか怖い。わあ、さすが温泉。ゆうこいいな、バストがあって。もうあつこだってウエスト細いからいいじゃん。まあ、ウエストはね。ここ山の中だから覗かれなくていいよね。自慢のボディが見せられなくて残念よ。なんちゃって。メガネが曇って何にも見えん。あれがないと本当に何にも見えん。どうして俺ってこうドジなんだろう。いや、格別ですね。温泉に浸かって味わう酒は僕のメガネ。しかも酒の魚が美女のヌードとは答えられませんな。声がでかすぎますよ。あれ、じっくり見られませんでしたね。あ、それ僕の酒。あなたひどいじゃないですか。まあまあ、固いこと言わないで、今度は私におごらせてください。いいでしょう。先ほど裸で名刺の持ち合わせがありませんでしたので失礼しました。私こういうものです。心の隙間を埋めします。モグロ福蔵。セールスマンをやっております。へえ、セールスマンですか。こりゃいい。心の隙間を埋めしますだって。で、どうやって埋めるんです。いや、あなたも面白い人ですな。僕の心の中も隙間風がピューピュー吹いてるから。一つ埋めてもらいましょうか。いや、ますます面白い人ですね。普通心に隙間のある人はそれを隠したがるもんなんですが、僕みたいに隙間だらけだったら隠しようがありませんよ。何しろ冴えない、モテない、出世しないと三拍子揃ってるんですからね。おかげでこの年になっても独身ですよ。だいたい名前がいけませんや。落ちこぼれ、落ちこぼれって言うんですから。ほう。名は体を表すって言いますが、ほんと僕なんてクラス会の幹事でもやらないと偉くなった同級生と付き合えなくなっちまって。そんなことありませんよ。同窓の皆さんも心の中ではきっとあなたに感謝しているはずです。どうだか。いやいや、私もボランティアでセールスマンやっておりますので、お気持ちはよくわかりますよ。え、じゃあ無料講師ですか。私ソルティドッグにしようかな。じゃあ私ブラッディマリーね。結局いつものやつなのよね。じゃあ私たちって結構一途なのよ。飲み物だけはね。そうそう。さっきのとびきりの美女たちじゃありませんか。ええ、思い切って声をかけたらどうです。え、僕が。今までとは違った人生が開けるかもしれませんよ。
それで本当に心の隙間埋められますかね。埋められますとも。いつも落ちこぼれのあなたが人の羨むような美女をものにするのです。同窓の皆さんもきっと見直しますよ。いやしかし僕は自信ないっす。やったこんな落ちこぼれ相手にするわけないでしょ。ちょっと。余韻に任せりゃ怖いものありません。思い切ってアタックしてごらんなさい。でも自信を持つのです。何大丈夫？死んでるんじゃないの？あれこんな美しいエンジェルたちがいるなんて、ここはきっと天国に違いない。まあ私たちエンジェル、バーテンさん、このエンジェルたちにソルティドッグとブラッディマリー俺のおごりで。あら、ズバリ私たちの定番。なんで知ってるの？お嬢さんたちのことだったら何でも知ってるさ。何しろ裸のお付き合いをした仲だからね。ついさっき温泉でさ。嘘、誰もいないと思ってたのに。ひどい。どう、改めて裸のお付き合いを深めるってのは、お湯にお酒を浮かべてキューッとやるってのもオツだぜ。いいわよ。ほんとよし、決まり。もういいや、あつこ、私恥ずかしい。大丈夫、さあ行きましょう。おが幸せだな。おじさまってば。さあ入ろうか。あら、おじさま問題に入るの？男湯でしょ。どうせ中でつながってんだから、どっちから入ったって同じだよ。リー、いや、その目ちょっとエッチ。ダメよ、おじさまはちゃんと男湯から入って。エリカ湯か。おじさま、男湯は廊下の突き当たりよ。ちょうど露天風呂の上に出るのよ。へぇ、待ってるから急いで来てね。エッチ。ひょーんと。ひょーっ、露天風呂で会いましょう。うるせえな。おしくもじゃねえか。何してんだ。いやこの露天風呂に。何？露天風呂だって。おい、そこ行けたぞ。君たちひどいじゃないか。だって私たちの裸をこっそり覗いたりするから。ちょっといたずらしただけなの、ごめんなさい。はい、じゃあ記念に一枚。下がりましたか、モグロさん。どうも。何ですか、あなた調子のいいこと言って、おかげで心の隙間がますます広がったじゃないですか。申し訳ありません。まったく今時の親父ギャルへ許しがたいですな。僕はもう悔しくて、うわっ、くしゃ。どうせ落ちこぼれですからね、失礼。とにかく彼女たちには私からたっぷり天地を加えておきますので。天地を、そんな手荒な。おちくぼさんは優しい人ですね。いや、トラブルが苦手なだけですよ。悪いようにはいたしませんから、どうぞ私にお任せください。まったくお前ってやつは昔のままの落ちこぼれだな。また言われちゃった。穴があったら入れたい。ボギー、本当に落ちこぼれだな。なんだこたつから出たくない。はいはいはい、
もしもし、落ちこぼさんお願いします。え、私です。おじさま、ごめんなさい、もぐろさんから言われて反省してます。申し訳ありませんでした。いや、もういいよ、怒ってないからさ。言うことも相談したんですけれども、もう一度お会いしてちゃんとお詫びが言いたいんです。だから私たちのお部屋に来ていただけません？わかりました、そこまでおっしゃるんでしたら嬉しい。じゃあお待ちしてます。おい、何の電話だ？これか？まさか！なるべだ！みんな覚えてろ、散々羨ましがらせてやるからな。落ちこぼさん。あ、もぐろさん。楽しそうにどこ行くんですか？いや、もぐろさんにお礼を言わなきゃ。彼女たちから丁重なお詫びの電話がありましてね。その上深夜のご招待ですか？本当にありがとうございました。ではケーキ漬けに一杯どうぞ。あ、ちょっと待ってください。僕はさあさあ遠慮せずに。夜通しでピチピチの若いお嬢さん二人も相手にするんですからね。念のために私が一つ気合を入れて差し上げましょう。おじさまだぞ。ほれほれ、今度ゆうこちゃんね。はい。すごい。今度はあつこちゃん。そりゃ。いや、そんなに。ささ、ぐーっとぐーっと。はい、おじさまの前よ。どんどんついちゃうから。おっと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 。うひょー、なんと関節切りだよ。ぶちゃぶちゃぶちゃ。あたりしょうはぐ、じゃんけんぽん。じゃあ。ありがとうございました。お世話になりました。楽しかったねえ。また落ちこぼれのやつどこ行っちまったんだ。さっさとチェックアウトしないとバスに乗り遅れちまうぜ。どうしようもない男だな。出来の悪い教え子を持つと苦労が大変わい。まったく、なんてやつなんだ。しかし考えようでは羨ましいやつだよな。ああ、確かにそうかもしれんな。言えてるな。落ちこぼれも悪くないね。俺たちの中で一番の幸せ者かもしれん。おやおや、これ私の気合の入れ方がちょっと足りなかったんでしょうかね。桑原、綺麗な花には毒があると分かっちゃいるけどやめられない。男ってのは救いようのない生き物ですね。皆さんもお気をつけくださいよ。おー